さん、山本さん、お疲れ様でした。こんばんは。俊平こと、成田修平です。俊平って言ってたね。はい、こんばんは。松陰寺太夫こと、松井裕太です。はい、耳慣れない名前だと思いますが、ぺこぱです。お願いします。よろしくお願いします。さあ、というわけで、ラジオスターウィーク2日目。今山本さんがサブに来てくれて、すいません、俊平です。すいませんでしたの。俊平でーす。あ、山本さん来てくれた。ぜひぜひぜひ。俊平本当。すいません。いやいや本当に。はい。もう本当ごめんなさい。いやいや本当に。俊平でーす。もうそれやってくれただけで嬉しい。本当ですか。ぜひ軍団の方に。あ、もう本当に。待って、いつでも来てくださいだってよ。ね、僕よく庄司さんに似てるとか言われてました。確かにね、私庄司的な顔大好きだから。いただきました。はい、いいですか。はい。やったじゃん、シュウペイさん。今度なんか お,、はい、お食事でもよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。いやいや、今後とも。失礼した。とんでもないです。失礼します。すごい、まあ、嬉しい。山本さん、ありがとうございます。いやー、びっくりした。すごい、嬉しい。山本さん来てくれた。本物だ。ねえ。めちゃイケで。いや、めちゃくちゃ僕ら見てたからね。さあ。やっぱこうやってお会いできんのもまたなんかすごい ね。今俺、岩本さんの、今短パンだったんだけどさ、すねめっちゃ綺麗やった。どこ見てんの？ツルツルやった。結構短パン履く人ってね、ね結構綺麗だったりするからね。いや、びっくりしましたね。うわ、すごい。もう豪華な。軍団員におめでとうございます。いやいやいや、まだわからないですけども。はい。はい。いや、嬉しいですね。ねえ、というわけで、ほんと豪華だよね、ね、はい。ラジオスターウィーク2日目ということで。いや、そうですよ。はい。で、うちはね、この後すぐね、はい、オズワルドが登場、はい、ということなんですが。はい。いや、でもそもそもオープニングでさ、ね、極楽とんぼさん、お疲れ様でしたって。言える日が来るなんて。いや、そうだね。すごいよな。なんかほんとお笑いの世界の仲間入りした感が。うん。なんかこうリアルに感じないなんか。ね、感じる。だって、隣でね、小倉さん番組やってたけど、うん、大人の数すごかったよね、やっぱ。すごい。めちゃくちゃいたしさ。うん。で、とにかく俺らは超世代じゃん。うん。いや、そうだね。見てたからさ、二人揃ってんのはね、なかなか。油谷さんだよ。油谷さん。そうやな。すげー見てたもん、マジで。うん、俺、ほんと俺、めちゃくちゃ好きで、うん、俺、なんか、めちゃイケがきっかけもあって、うん、テレビの世界を興味持ち始めたの。なんか、昔から言ってたよな。そうそう。なんか、お笑いってよりも、めちゃイケから。うんうん、で岡村さんがさ、うん、こう、なんか、EXILE とかのライブ出たり、SMAP、はいはい、のライブ出たりとか、うんうん、ああいう、めちゃくちゃな感じっていうのもすごい好きだったから。シュウペイさん、入り口なんだよね、きっとな。うん、いや、ほんと、嬉しいです、うん。ありがとうございます。加藤さんもね、こんな時間に会うのはほとんど初めてだよね。はい、なんかオフの感じの加藤さんやっぱ違かったね。うん、かっこいいよね、また。スッキリ終わりの加藤さんとヒルナンデス前の俺が喫煙所で会うってのもほぼ毎週あるんですよ。午前中の ね。はい。はい、はい。ね、ということでね、はい豪華な週になっておりますので、はい、お疲れ様でした。聞いてください。はい。そして、我々はですね、うん、オールナイトニッポンゼロやってるんです。その前のクロスではね、はい、なんと、地下芸人仲間の、モグライダーが、やってくれてましたよ。モグライダーさんもね。モグさんが、感慨深いですね。いや、そうだね。うん、僕もね、ちょっと今日聞いてたんだけど、うん、ともしげさん、うん、ほぼ喋れてなかったっすね。そう。ダメだった。ダメだった。オール、ドットコムが言えてなかった。うん、オールナイトニッポンドットコム。そう、僕はもう全然全く言えてなかったですね。なるほどね。はい、でも、うん、面白かったら、モグさんが、ね、クロスやって、うん、極楽さんいて、次俺らですよ。そうね。すごい流れだよな。お笑いウィークですよ、ね、本当に。だから、うん、この3組でいう、それ、コンビのタイプ的に分類するとさ、うん、まあ、芝さん、うん、加藤さん、松陰寺。まあ、これが、ま、一つ、同類としてくくられて、うん、で、ともしげさん、うん、山本さん、シュウペイが、うん、まあ、同類という感じでくくられるのかな、というふうにはなると思うんだけどね。うん、いやいや、そうでしょ。いやいや、違う。タイプ的に言えばね。いや、タイプ的に言えば。俺、芝さん、加藤さんでしょ。いや、じゃあ、芝さん、加藤さん、俺が同類で、ともしげさん、山本さん、松陰寺さんが同類じゃん。ちょ、待ってくれよ。いや、どう考えてもこれじゃない。そんなわけねえだ。俺がともしげさんと一緒なわけねえだろ。いや、一般的にそうでしょ。違うだろ。いや。俺が加藤さんと芝さんだよ。いや、俺が、芝さん、加藤さん。ちょ、待ってくれよ、お前。うん。そんなわけねえじゃねえかよ。いやいや、俺が。くくり方間違ってんぞ、お前。いや、全然。おい！いや、全然そんなことないと思いますよ。おい！うん。もっと来いよもっと！やろうぜ！何？極楽さんの喧嘩芸みたいのやろうぜ
いや、いや、俺が芝さんと加藤さんと同類で、松陰寺さんと山本さんとともしげさんでしょ。こういうのは熱量でやろうぜ、うん、何すんとしてんだよちょっと、私たちはね、ちょっと、喧嘩芸の腕がないということで。できないよ。できないんですよ、ね。ただでさえ喧嘩なんてしたことないんだから。喧嘩で面白くするってすごいな。そうだよ。本当に喧嘩になってムカついちゃうじゃん。マジの本当に嫌になっちゃうじゃん。ね。芸はできない。ちょっとその辺も渋谷さん、軍団入って教わってきてくださいよ。神様、神様とかでしたっけ？そうそうそう。ね、そうだよね、はい。すごい、でもね、すごいメンバーいますからね。メンバーでやってたからね。いや、恐れ多いですよ。はい。ちょっと我々もの喧嘩芸もうちょっとできるようにね。やっていきましょう。真逆のタイプだからな、俺らが。ね、はい。さあ、というわけで、極楽とんぼさん、改めてお疲れ様でした。はい。それでは参りましょう。ぺこぱのオールナイトニッポンゼロ。改めまして、こんばんは、松井裕太です。成田修平です。毎週火曜日のオールナイトニッポンゼロは我々ぺこぱが担当しております。いや、俺気づいただろ、今俺が仕掛けに行ったの。いや、別に仕掛けるも何もなんか、こうなんかあるじゃん、下手できなくてもいいからさ、うん、入り口には立ちたかったよ俺。やってみて、あ、やっぱできねえなーなら分かるけど、スンとしてんじゃないよ。いや、なんか、嫌なのよ、そういう。え、なんか嫌な、胸ぐら掴まれた感じで嫌なの。胸ぐら掴まれた感じで嫌なんじゃん、うん、服伸びるし。そうや、掴んではないけど、例えだからさ、逆になんかスンとした方が強くないって思う。いや、そのだから相手にしてもらってない感じで、なんか俺は敗北感があったけどねこの勝ち方がもしかしたら新しい喧嘩芸かもしれないし、ね、土俵に上がってくれないってね、上がった方が負けてるって変な感じだけどさはい、できないものは ね、うん、できないことはできないというようだね、それこそ、ね、でしょ、はい、生みの親じゃない、そういうの。すいません、すいません、ちょっと慣れないことやって、すいませんし、はい、はい、さあ、というわけでこの後すぐオズワルドがね、はい、登場いたします、はい、なので2人への質問何でも OK です、うん、メールなど送ってください、はい、どうですか、松陰寺さん的には、うん、M1 後どうしてるみたいな話がしたい感じですか。ちょっと笑い話したいよね、だって、うん、ね、後でいっぱい話したいんだけど、俺らそれこそ2019でさ、うん、M1 出てたけど、多分ここで、多分っていうかオズワルドも一緒に出てんだよ、ここでファイナリスト。そうで、その後、うん、3回出てんだよ、2019、20、21。そっか、3回か、すごいんだよ。はあ、だから連続であの決勝のファイナリストになることがどんだけ厳しいか、うん、俺ら一応分かってるつもりなんだけど、ね、うん、決勝行くってことはまずすごいし、すごいよな、まあ、準決に残るのもすごいし、あ、だからそこをくぐり抜けてるってすごいよ。すごいよ、すごい人たちが来てくれるんですねすごい、あのオズワルドがそうそうだよ、この日本放送のスタジオに来てくれるんですね。いや、もうでもそれぐらいの、もう多分だいぶ差をついちゃったよな。さっき畑中君チラッて来たんだけど、うん、あの一瞬日本放送のスタッフさんかと思って二度見しちゃった。おお、畑中君。いや、俺もさっき畑中君やったんだけどさ、畑中君なんか俺の私服見てちょっと笑ってたんだよ、あいつ。おお、ちょっともうタレントになっちゃったな、あいつ。いや、だからなんか、なんかマックのポテトが逆さまに落ちてる T シャツ着てる人は笑うでしょ。いや、何それ。 T シャツじゃなくてさ、ズボンの生地を触って、なんか何この生地みたいな顔してたからさ、畑中君そんな感じだったかな。ぺこぱさんまだまだやなって思われたんじゃないもしかしたら。うん、はい、ちょっといろいろお話聞ければ。そうですね、ちょっと僕も聞いていきたいと思います、はい、はい。そして我々に答えてほしい渋谷の中華料理屋さん長楽への質問、これもお待ちしております。待ってる人いんのこれ。いや、これですから。これ聞きたい人いんの。メインです。本当、これメインなの。これメインです。うん、で僕実はそうなのよ今日、はい、このオールナイトニッポンゼロのスタッフさんに誕生日で、はいはい、いただいた長楽 T シャツ着ております。文字通り背負ってんじゃないよ。本当にスタンダードとのコラボのやつで、ね、もうすごいしっくりきてるでしょ。でバチバチできてますよ。漢字に文字こんなにバシッてはまると思わなかった俺も。生き生きしてますね今日の私言ってた。最高ですこれ。はい、うん、普段からちょっともっと着ていこうかなと。分かりました。結構大事にしてたからさぶっちゃけ初おろしだ。ここぞとばかりに着てきたよな今日、うん、はい、戦闘態勢バッチリなんで。分かりました。よろしくお願いします。長楽への質問ですね。はい、はい、分かりました。宛先は、ペコパアットマークオールナイトニッポンドットコム、ペコパアットマークオールナイトニッポンドットコム。ペコパのスペルは PEKOPA です。ツイッターでは番組の感想をツイートしてください。ハッシュタグは、ペコパ ANN0 です。メールの件名は、普通の質問を質問、そして長楽への質問はマーボーと書いてください。はい、ね、
まあもうね、まあこれぐらいは分かってくれるんだきっと。まあ聞いてる人は。そうだな。だからどっちが超楽マウント取ってくるかってことだよね。はいはい、ね、あいつらも多分劇場近かったからね、知ってるだろうし。マーボーもうちょっと高いんだけど。あ、ちょっと一回お金だけですね。はい、マーボー。そっか、肺がんだよね。はい、短い肺がんです。はい、わかりました。さあ、というわけで、東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国ネットでお送りするぺこぱのオールナイトニッポン、最後までお付き合いください。ここで今日の一曲、ジュディ&マリーでブルーティアーズ。まあ皆さんね、あとね、まあ気になってるかと思いますけどね、まあ岩倉ちゃんとの交際はね、はい、この番組では聞きません、別に一生そんな、まあ、気になる人はオズワルドのね、ラジオ帰る亭のポッドキャストを聞いてください。尖ってんだ、はい、この番組。ぺこぱのオールナイトニッポンゼロ、畑中くんも来ます。かわいそうだな。成田修平です。松井優太です。さあ、それではここで今夜のゲストに登場してもらいましょう。自己紹介お願いします。お世話になってます。伊藤と畑中でオズワルドです。お願いします。お願いします。お願いします。伊藤と畑中です。はい、これです。これです。あら、ちょうどいいんですか、使っちゃって。え、お前。てか、どういう意味ですか、でです本名でやってるんですか。あ、何あ、僕らがそう、ラジオ1時間半あるでしょ、はい、キャラ背負って。あ、邪魔なんだ、やっぱ。邪魔。いや、正直、太陽無理でしょ、無理だよ。私はシャアなんて絶対無理でしょ、息切れとかいろいろ問題しようって。この状態でテレビ出ることあるんですか。これはない。あんまないよね。あ、ないんだ。さすがにそれはまだないから。あ、久しぶり見た気する、この顔。そっか、こんなオフな状態で、そんなないもんね。ね、なんか休みの日のゲイバーの人みたいな。ゲイバーだよ。例えを気をつけろよ。ゲイバー何回も見たけど、すごい久しぶりは久しぶりですよね。久しぶりだよね。そうだね。なんか特番でなんかオードリーさん MC のなんかネタやるやつで、はい、多分あれ以来じゃないかな。あれ以来ですかね。あれ以来か。あれ以来って言うとそこまで。久しぶりでもない。久しぶりですよ、やっぱり。だから、ちょっと久しぶりさだよね。空いたよね。結構会ってた時期あったけど。そうなの。だから、M1 が2019の年末あったでしょ、はい、で、その後の1年ぐらい、結構会ってたよね、うん、最初の方は。そうですね。あの年は会ってましたね。ファイナリストみたいな感じのくくりで、出る番組多かったからじゃない、うん、あの時は俺、シュウペイさん会うたびに写真撮ってインスタ上げてたのに、うん、今となってはもうスタッフさんと間違えるぐらいになっちゃった。悲しいですよ。シュウペイさんはやっぱその、うん、なんだろうね。なんか芸能界になっちゃったんだな。そんなことないよ。芸能人になっちゃったんだ、シュウペイさん。そんなことになっちゃった。はい、いや、そうですよ。もうテレビ局に入ってくる時の。シュウペイちゃったみたいな。わーい、わーい、わーい。シュウペイちゃんじゃないんで。シュウペイちゃんですね。シュウペイちゃん。やっぱすごい、シュウペイさんやっぱ本当に、もうテレビ局入る時とか超芸能人だから、めちゃくちゃおしゃれ。何つけてんの、その腕のなんかギラギラしたやつ。それは銭湯なんですか、銭湯の。それ何、どこのテレビ局も入れるやつ、それ。パスがね、やってる。何すか、それ。これは、プラダのブレスレット。おいおいおい、待ってくださいよ。香ばしいな、この男は本当に。もう一目惚れしてする。一目惚れしてる。いいですね。でもそういうことですもんね、芸能界とか芸人になってね。買えなかったものが買えるっていうのは、そうですよ。夢がある世界ではあるけどね。そうそうそう。浜松のマネイズムでやってるから、俺もやっぱり。ね。最高の女と、ベッドでドンペリニオンですよね。最高じゃない。いや、だからそれこそさ、2019で M1 一緒になって、なんか、その年に出た M1 のファイナリストってさ、なんかチーム感というかさ、絆みたいのできるじゃん。なんか本当いわゆる M 友というか、M 友ね。それきっかけで仲良くなる人って結構多いですからね。だけど、M 友掛け持ちしすぎじゃない？掛け持ちっていうか、3年行ってるから。3年行ってるからさ、M 友一番多いんじゃない最近で。あ、でもそうかもしれないでしょ？だから俺らは2019年 M1 の仲間意識で、オズワルド久しぶりって言うけど、オズワルド的には2019も20も21もみんな M 友なのよ。でもね、2019はね、ちょっと特別ですよ。俺らもやっぱ初めて行った年ですし、なんかあの年、結構みんな初めてで、みんな浮ついてたじゃないですか。確かにね。誰がいましたっけ、初出場みたいな。いや、だから、いっぱいいたよ。カラシレンコとかもいたし。ああ、カラシレンコも M 友ですね。ニューヨークとか、はい。見取り図さんとかも。見取り図さんは初じゃないか。2回目とかだったけど。末広がりさん。インディアンスも。インディアンスもね。5組ぐらいいたんだっけ。ミルクさんもそうだし、というか。結構初出場が多かったのよ、確かに今年は。で、俺さ、1個聞きたかったのがさ、2019は要するにコロナ前だから、通常の M1 じゃん。そうですね。で、翌年からコロナ M1 になったじゃん。はい。で、控え室からさ、えみくじもらう。はい。
会場に行くまで廊下歩くことになったじゃん。ああ、そうですね。そうだ。2020からだったのか。そう。俺、あれ味わってないのね。え、2019ってどんなだったっけ？もうだから真裏だ。真裏。あ、そうだ。そう。あの真裏は緊張しますね。うん、そうだわ。違う、やっぱ。やっぱ、ね、生で聞こえてたじゃん。真裏の方が嫌ですよ。19年時って。え、真裏の方が嫌です、嫌です。嫌なの、はい、嫌だった。え、なんで聞こえるから。そっか。もう誰の、受けたとかも、うん。うんうん、聞きたくないですやっぱ、うん、本当に肌で感じたもんね。ネタ合わせしててもあれこの人受けてるとかが入ってきちゃうじゃないですか。集中できないんですよ。そうなんだ、はい、別室だと聞こえないですよね。そう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 、笑い声までは。それはじゃあプラスに作用してるってこと。いいと思います。あれただあれによってあのランジャタイさんとかが廊下でボケるじゃないですか。俺あれがあれ先般ランジャタイだよな。あそこでボケることになったの、ね、はい、まあでも多分真空とかは多分やってたかもしれないですよね。やってたと思う。でも2番目でランジャタイが出ちゃったんで。そうだよな。あれはだからちょっと余計なことしましたね。そうだよな。余計なことって、はっきり言った。あれでちょっと M1 が変わってきちゃった感じ。そうそうそう。だってあれあそこなんか次の人ボケないとダメみたいな空気になるじゃないですか。そうだよね。はい、そうだよね。はい、ね、うちのボケは畑中なんですけど、畑中はああいうところで絶対ボケないから。うん、あ、そうなんだ。そうそうそう。やっぱ M1 はやっぱりなんか僕は、真面目に行きたい気持ちはあるんでね。インタビューとかも結構ね、うん、満勤で真面目に答えるそうですよ。俺はもうあの、スポーツだと思ってるんで、ね、あのインタビューな。インタビューはもうスポーツなんだ。アスリート目線でね。アスリートですよ、あれは。いや、だから今年もね、当然もうあるわけだからさ。はい、今年も決勝行っても4年連続となるわけでしょ。今のところどう、伊藤、ね、今のところ、まあ、うん、話にならないですね。ないない、どういうこと話にならない。いや、話にならないですよ。ネタがね、ないんですよね。はい、あ、もうさすがに3年連続出てると。なんかこれっていうのがまだできてない。まだないですね。でもね、去年もそんな感じだったんですよ。その、うん、遅いんですよ、僕ら、本当に。いや、でも去年は去年で、うん、あったはあったんですよ。結局それがやらなかったってだけで、うん、今この時点で今年はこれでいこうみたいなのは、あったんですよ。ああ、なるほど、ね、はい。でもそれが結局、まあやらずに終わったんですけど。やらずにっていうか、やったんだけど、うん、予選の段階でね、ちょっと。あんまり受けなかった。ああ、そうなんだ。今、現時点でこれ、いいのできたっていうのが、まだ、ちょっとないですね。だからもう、茨の道だよな。いや、かなり厳しいよね。だってもう求められるし、あとは M は何回出れるんだっけ ?7 回です。おめえとんでもねえな。多いんですよ。7ねえ。ギター持ってますよ、7人で。俺ら多分。優勝終わりしかないよな、もうこうなって。優勝終わりしかないですよ。だから意地でもね。だからここがね、やっぱその、違いというかね、なんかその、もう、そうやな。意地でも出るんですよ、吉本を。ああ、そっか。やっぱその、我々、漫才戦士として自分で言うじゃないですか。育てられてるんで、やっぱり。いや、まあ、でもだから、吉本以外の変化球芸人は、そういう意味では、もう一発勝負だからね。うん、そうだね。うん、そこがあれば、より出れるチャンスしかないから、正直。めちゃくちゃいいですよね。その一発出て、もうドーンと売れてっていうのが、ぺこぱさんがやっぱり一番いいルートですよね。でもそうだけど、はい、なんか、無理してさ、2020も出たのよ。ああ、出てましたね。もう全然違ったような大会自体が。いや、でも出ることに意義があるとか、すごい、うん、あ、出た、出るんだって思いましたよ。俺は出ることに、はい、その本当に意義があると思ったんで。うん、そこでなんか、2019で3位になったから、もういいやは、嫌だったのやつ、はい、あれ一回出る出ないはね、うん、相当違うと思います。あれでもう、これやめとこうかは、別に全然ありだと思いますし、ね。残念な結果だったけど、俺は出てよかった。うん、やっぱ結構忙しい中で、はい、結構漫才のネタ合わせとかしたのも、はい、結構あれは苦しい中で漫才やるって、うん、すごく大事なことだなと。あの、敗者復活でさ、はい、当日、ネタやってさ、はい、3組壇上上がって、はい、誰か1人かって俺ら結局インディアンスだったんだけど、はい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 、俺らも視聴者投票で3位に入っちゃって、はいはいはい、あの時マジで呼ばれるなと思ってたからね、はいはいはい、俺ね確実に滑ってたから、いやいやそれだけ、ね、あんま良くなかったんだよね。もうなんかもうなんか言いたくないけどなんか人気票みたいな感じで入っちゃってね。まあでもそれはね素晴らしいことじゃないですか。人気を勝ち取ったのはペコパさん自身、ね。俺ら敗者復活行ったら 100% 上がれないと思う多分。本当そんなことないでしょ。いやー、人気とかはね、うん、もうだから嫌なんですよ、ああいう投票系のは。うん、ああ、そうなの。そうそうそう。でも、そう考えたらさ、俺ら最初に会ってんの M1 かなって思ったんだけど、そうじゃないよね。いや、そんなことないですね。ライブ、はね、V1 とかで会ってますよ。だから、うん、でも、ね、俺らが、ぺこぱさんに会ってた時が、あの、シュウペイさんが、いや、シュウペイでいいよ。いやいや、どっちも本当だけどね。まあ、シュウペイさんが、成田さんがね、シュウペイさんがツッコミやってる時。うん、その時会ってるから知ってる？え、松陰さんがあれですよね、あの、浴衣着てる時ですよね。そうそうそう、フラスケット思いっきりやってた。その時も、え？あ、でも、俺、イメージ的に、だからツッコミの人ってイメージだったんですけど、うん、なんかその時、なんかコーナーみたいなの、え？
やったんですよ。一緒にやった？コーナーってほどのコーナーでもないですけど。なんか中 MC 的なこと。中 MC みたいなの出てて。で、その時は俺らも全然、外のライブ出たてぐらいの時で、だからペコパさんだと思って、俺らは知ってたんで。で、シュベさんがネタでツッコミやって、で、コーナーになった時に、もうツッコミでも何でもなかった。もうその時はバレてたんだよ。やべえ。初対面でそれバレてんのやばいな。そう、だってもう今のまんまのシュウペイさん。マジか。で、平場行ってたから、この人ら、これ合ってんのかって思ってた時から、ちょっと思ってたんですよ、でも。オズワルド初対面で俺らが間違ってんの気づいてたんだね、じゃあ。でも、それで何年か経ってもう逆でってなってたから、あ、やっぱやり方変えたんだと思って、その時。なんでさ、オズワルドはさ、吉本で劇場あんのにさ、外のさ、その東京の地下ライブ出てたの？俺らが出始めた時はもうライブなかったんですよ。なかったし。なかった？え、吉本で？てか、吉本はやっぱその、ランキングみたいな、その一応劇場のピラミッドみたいなのがあって、ある程度上がんないと、その無限大ホールとか渋谷の、正してもらえないんですよ。ほんと月1回、ほんとバトルライブみたいなの出るぐらいで。あ、そうなんだ。そうなんですよ。ライブがと、ほんとになくて。え、じゃあ、場数を求めて出てきてたの？場数を求めて、まあその、元だとったそのユニバースの川瀬さんが一個上の先輩なんですけど、川瀬がまあ外も絶対出なあかんでみたいな。確かに川瀬君出てたな。その時で組んで何年目ぐらいだったの？まあ2年目ぐらいですかね。でもそれでもちゃんと外をちゃんと経験するってすごくない？すごいな。それがっていうかね、やっぱりそのあるあるなんですけど、あの若手のピラミッドで、あの上に上がれてない芸人って、あの。もう、アンチ吉本になってくるんですよ。最初の方。そうなんだ。最初の方で。この、なんつう、なんつうんですかね、その、女子高生とか、そういうのに、みたいな。今考えれば別に面白いから行くんですけど、でもその時は、やっぱり、そういう吉本に対しての、なんか敵対心剥き出しに、ところもちょっとあったんですね、やっぱ。そうなんだ。いや、でも俺ら的にはさ、おい、吉本がなんでここ出てきてんだよ、みたいなの。は、ちょっとあってさ、なんぼのもんじゃいと思ってさ、見たらさ、めちゃくちゃオズワルド受けてんなっての覚えてんの。さすがやなと思って。いや、でも、やっぱあの時期があったから、今どこ行っても、友達ばっかりというか。ああ、なるほどね。立ち事務所の人も。じゃあ、それめちゃめちゃ良かったね、じゃあ。良かったっすね。あれは。そっかそっか。まあ、やりやすくなったりもするよね。そうだよね。やっぱこの同世代ぐらいの芸人さんって今結構出てるし、で、吉本以外も結構多いじゃん。それは確かにいいかもね。じゃあ、M1 でさ、俺ら2019で一緒になった時さ、大部屋だったじゃん。はいはいはい。あの時、ぺこぱ、吉本以外で俺ら一組だけだったのね。あれそうでしたっけ？めちゃめちゃ心細くて、唯一会ったこと面識があったのが、それこそオズワルドぐらいだったんだけど、全然話しかけてくんなかったじゃん。いや、それはもう別ですよ、だって。なんかその、かまいたちさんとか、そっちにお久しぶりですみたいな。かまいたちさんは、俺はその時多分、まあ面識なかったです。そうなの？はい。なんかその、あ、結局、吉本以外は、ぼっちにされんだと思ってさ、一緒に出てたじゃん、新宿バッシュと思って。あー。俺なんか、もうあそこ行ったらね、もう正直もう全員滑れと思ってはい。案外敵なんで。申し訳ないですけど、まあまあまあ、でもあそこはちょっとね。しかもまあ、ね、緊張してましたからね。すごい空気だったよね。すごい空気だったけどね。いやでもそれがもう2年半前か。そうだね。すごいね。2019ですからね。2年半前ぐらいですね。どうですか？その後の仕事はもう順調？そうですね。テレビとかもう。ほぼ休みないでしょだって。まあ休みはもうしょうがないですね、これは。もう、あれ基本的にテレビの仕事以外は劇場が入ってくるみたいな。劇場がもう山ほど来ますよ。劇場が本当にね、本当にシャレならない詰め、こんな。よくあるじゃん、なんか、何十本。ステージあるみたいな。ああ、柔軟ステとかね。それは、実際本当なんですか？あります、あります。大阪行ったら11、12。大阪だから本当に良くないんですけど、本当に、いや、一生懸命やらしてもらってるんですけど、1日12ステとかってなってきたときに、たまにね、本当たまにですよ。もう9本目ぐらいになってくるとね、例えば畑中がね、もう噛もうが飛ばそうが、俺はもう無視して続けるんですよ。触れませんよ、それ。そのまま行くみたいな。もうそのままもう。お互いで、もう今何をやってるか分かんない。分からないですよ。何のネタを。俺らさ、12本だってやったことあるじゃん、1日。その、どうすんの？その、今日はこのネタで行こうって全部同じことするの？いや、変えますよ。変えるんだ。大体、4種類ぐらいのネタを回したりとかして。そう。だから劇場が3つぐらいあって、それをはしごしてるから、同じ劇場では同じネタやらないようにっていう。ああ。
はするんすけど、うん、でもわけわからなくなってくるんですよ、本当に。本当になんか脳で考えてないんですよ、ネタやってるとき。もう勝手に体が動いてるという。そうなんだ、はい。そう。もう今はさすがに慣れてきたというか、あれですけど、一時期はマジでこれ、何の意味があるんだって、その、そうね、逆に申し訳ないなって。ネタをかけてるっていう感覚でもなくなってくるってことでしょ。ないですね。でもお客さんはね、その、10捨て目初めて見に来た人もいると思うし。そうか、ね、そうか、そうか。で、そこをそう、割り切れるようになるまでは、うん、ちょっと時間かかりましたね、正直。だって、東京の芸人なんて多分、うん、TWL、ね、午前と午後出ただけでヒーヒー言ってるからね。そうだね、もう疲れた打ち上げなんて感じだな。懐かしな TWL。せさん。まあそこ出身ですから、我々も。俺も出てましたよ。あ、出てたの？超新人ネタバトルってやつ。あったあった。中野の伝説、幼児さんとか。幼児さん出た、ね、幼児さんとかね。幼児さん、ね、キングオブシュール。キングオブシュール。すごい、幼児さん知ってんだ。で、あの時、俺らが組んで一発目出た外のライブが、うん、TWL のライブです。あ、そうなんだ。だからもう吉本で。珍しいね、吉本で。そう、だからどうにもなんないでもう文句ばっか言って、うん、で、その、そのライブ出てみようつって出たら、うん、TWL で、うん、伏せさんですよね、あの女の人。そうそうそう。伏せさんがね、うん、吉本の劇場だったら、うん、音響さんがいて、うん、照明さんがいて、うん、武漢がいてって、うん。いるいる。で、マイクの竹橋、うん、やってって、うんになってるのもいろんな人が力合わせてやってる中で、はいね、伏せさんが全部やってる。そうなの。もぎりから、かなりから、もうなんかコクピットみたいなとこ入って全部動かして。もう多分東京の地下劇場で多分一番古いぐらいじゃないかな。そうですね。本当に階段降りてってね、一線前入り口で。湿気だらけのね。湿気だらけの。そう。裸足で出なきゃいけない。そう。土足厳禁のね。衝撃でしたよ、か最初で。上手は穴開いてるからね、あの床のところ。そう。柔軟ってなってんのよ。上かぶさってやるけど。そう危ないのよ。なんか、そういうとこ近いね、なんか俺らと。俺らも最初 TWL で。で最初に出たのが TWL って、俺らもそうだった、うん組んだ最初が TWL だから、そこも一緒だよ、だから。そう。で、ファイナリストの時も一緒だし。ね、だか何かあるんだよね、あるんだな。M 友よ。うん。M 友やな。嬉しい。あれ何年、芸歴で行ったら何年目とかさ、行ったのあれ。行ったのが、12とかだっけ ?12 年目ぐらいか。二人って同期なんすか俺がちょっとね、うん、ピン芸人やってたんだけど。ああ、なるほど。1年ぐらい。始めたの一緒みたいな感じで。2008で一応ね。あんな、ねえ、本当に、国民的な人気者になるような、芸風と華やかさと、ある裏で、とんでもなく泥みたいな芸人人生あるんですよね。二人とも。だから多分、疲れんだろうな。多分、なんかその、ポットでじゃないから、なんか何にも苦労しないでの人たちじゃないですもんね。だから、テレビとかでさ、やっぱ苦労話とかさ、そういう話するときにさ、そこまでの地下じゃないと、その苦労話の証人がいるんだよ。誰が一緒に同期でとか。俺らもう全員いないもんね。そうだね。ほぼいない。まあ辞めちゃったりもあるし。それで、もう這い上がれなくて、諦めて終わっちゃいとか違うね、人生でね。そうそうそう。ハッピーになってる人もいるけど。打ち合わせでこういう地下芸人いましたって言っても、それはちょっと無理ですっていうのはあるもんね。近すぎて。やばい。そうそう。だからあの手この手で、そう。ね。だから本当、なんつうんすか、もうバスケでピボット。ね、軸足をこうつけて、みんな多分、一個ぶれないものがあって、で、そっからこう試行錯誤していろいろ探したりするんですよ。もうトラベリングで、でこうさ、もう歩き回ってどっかにチャンスがないかと。そうね。バレないようにずっと反省してたから、ね。パスの出しどころをずっと探してたんだよね。これがすごいですよね。だからそれはシュウペイさんもなんかその巻きますよ、腕になる。気になってるね、アクセサリーね。そうそう。だってそれをつけたくて頑張ってたところがあるじゃないですか。もうほぼ裸みたいなもんだったから。まあね、特にシュウペイさんはね、あの芸人とかそこまで憧れとかはなくて。ね、そのネタとかも、例えば、笑い飯さんのネタを知らなかったりだとか、オンエアバトルをバケツ運ぶ番組って言ってそういう育ちだからね。エコだよね。エコだよね。じゃないんですよ。いや、でもさ、それこそ急に世に出るようになって、うん、なんか、あんまり、その改まって話したことなかったけど、うん、なんか、俺一つ思うのがさ、例えば、うん、俺らよく PR イベントとか行くやん、イベント。ね、なんか、スポンサーさんだったりとか、商品の、宣伝するみたいな。はい、あのイベントってさ、はい、受けたことある？ないです。毎回はけるとき、睨みつけながら。
メダメ。ダメだよ、それ。なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだって。記者さんと、カメラマンさんと、まあ、ほぼその、業界の方とかいうか、そういう方たちの前でさ、一応芸人だから求められるじゃん。やっぱウケない、あそこ。だから、なんか、最近ちょっと、あの、ちょっと慣れてきたというか、なんかね、やっぱり、なんつうんすか、結構強めに言っていいんだなっていうのが分かったんで、そう、ちょっと抑えてたところあったんですけど、もう、例えば囲み取材とかで、その、舐めた質問されたら、それはもう、ああ、なるほどね。フルパワーで言っていいんだと。記者さんに対してね。そうですね。それはなんとなくちょっと。それ全然いいよね。いいよ。俺らも最初なんかね、ビザカードかなんかの PR イベントかな。一番最初ちょっと忘れちゃったけど、もう全く受けないし、あの、記者さんとの、やっぱこう、ソーシャルディスタンスの距離もあったから、うちらがどんなにこう投げて答えても、何も返ってこないのよ。そうそうそう。で、カシャカシャ。で、ちょっと、シャッター光って終わるっていう。それが反応って思ってたからね。シュウペイがなんか言う、ボケるでしょ、で、俺がその、ツッコミ、肯定ツッコミする。滑る。その滑った空気、プラスアルファ一言で、やっと収まる感じ。ああ。これ辛いよな、でも。確かに。でも、あんま気にしなくてよかったんだよね、あれってね。そうなんだ。この空気、あ、すいません、じゃなくて。そうなんですよね。しょうがないしてるから、しょうがないですよね。そうそうそう。そんなに聞いてない。だと、あとは、その、あれですよね、やっぱ。コンビだけの時はもうどうしようもないですけど、その、ね、一人タレントさんがいた時はもうそう、もうその人、その人に乗っかって、確かに。これ滑ったら、この人が滑ったことになるけど、大丈夫みたいな空気にしたら、確かにね、人質にとってやってますよね、だから。芸人プラスアルファタレントさんの時のパターンでしょ。それで言ったらもう、ゆきぽよ最強だったね。ああ、最強でしょ。ゆきぽよ最強だよね。あったね。浴衣のイベントとかあったな。こっちにも突っ込んでくれるから。俺たち一回黒木ひとみさんと最強の盾手に入れた時。ほう！無敵でしたね。それはもう。黒木ひとみさんとの PR イベントって。もう、一緒になって作ってくれるよね。そうですね。そんな感じ。ほんで意外とめっちゃお笑い好きみたいで。俺らの YouTube も見てくれてた。マジで？あ、そうなんだ。だって俺があの、なんか一応こう回答するので、一応俺がボケなきゃいけないじゃないですか。で、その、ボケで健康って書こうとしたんですよ。その健康の健の感じが俺わかんなくて。終わってるよ、お前。どうしようと思って。左が何だっけと思ったら黒木さんが俺の近くに来て、人面って教えてくれる。俺がこれボケ回答しようとしてるからちゃんと組んでくれて、ね、人面だよ、健康の件はって教えていただいて。めっちゃ好きや、おもろい。すごい助けられましたね。へぇ綺麗でしたね、やっぱ黒木さん。綺麗。なんか誰が綺麗やなとか思ったの。いや、もう、黒木さんもちろん。でもね、やっぱね、ちょっと、そう、いや、いろんな人、もうみんな綺麗だなって思うけど。そう、みんな綺麗みんな綺麗で、俺なんか今、伊藤が言いそうな人分かった。あ、せーので言ってみます。せーので行くか。せーの、上戸彩。ほらそうですよね。半端じゃない、上戸彩。半端じゃないよな。上戸彩さん。俺、絶対、だって M1 やろ、それ。M1 です。そうなんか。いや、だから初めてまともに見た女性芸能人が、やっぱ、インパクトがそう、俺らテレビとかも M1 行く前とかも全然出たことなかったから。もちろん見てるよ。で、初めてしっかり見た、芸能人の人、上戸彩さん、あのインパクトってやっぱちょっと忘れられないですね。プラスアルファやっぱ M1 っていうもう超戦場じゃん。そうですね。で、あの戦場にポッと、パッと見た時に視界に入るオアシス。そう。このインパクトが強烈なんだね、きっと。なんだろうね、あそこだけワット数かなり高くなかったな。高い、上がる。いや、すっごい、なんか、神々しいというか。いや、神々しい、本当にそうなのね。楽屋挨拶来てくれますもんね、上戸さん。来たっけ？あ、来た来た来た。大部屋来てくれたね。畑中も一緒？上戸彩さん？僕は、あの、松たか子さん。松たか子さん綺麗だったな。松たか子さんになんかその、で、ドラマかなんかで僕らがちょっとインタビューするみたいなやつで、フリップでいろいろ書いてもらうんですよ。で、それ収録終わって、そのフリップ回収するじゃないですか。そのフリップの匂い嗅いだらめっちゃいいです。ええ、気持ちいい。フリップまで女性、女優さんの匂いがすんの？そういうとこちょっと気持ち悪いよな。フリップの先週も、オーラが。先週も言ったけどさ、畑中んち行きたくないよね。なんでですか？変なのいっぱいありそうじゃん。いやいやいや、来てください。これ何っていうのが、全部これ何ってやつありそう。全然来てください。招待しますよ。松坂子さん、確かにめちゃめちゃ綺麗だよね。めちゃくちゃ綺麗ですよね。シュウペイさん、シュウペイさん。俺？俺ちょっとまたちょっと違うんだけど。質みてぇな会話してる。こんな感じになるのよ。こんなさ、こんな感じ。久しぶりに会ったのにさ。一応確認でね。
やっぱり皆さん綺麗なの、やっぱ女優さんって本当綺麗なんだけど、うん、俺ほんまでっか TV 出た時に、うん、島崎和歌子さんめっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗、綺麗やね。なんか、あの、オールスター感謝祭とか見てたから、はいはい、綺麗やったな。え、めっちゃ綺麗って思って。そう。なんかでも割といじられのポジションやってるけど、うん、そうそう、なんか簡単にいじっちゃいけねえなと思ったよね。確かに。めっちゃ綺麗って思って。重いですしね、あの人もめちゃくちゃ。そういうの言うのもおこがましいですけど。あれ、俺もう一個聞きたいんだけど、はい、乃木坂スター誕生ね。ああ、そうですね。引き継いだんですよ。そう。新乃木坂スター誕生ね。5期生の。俺ら4期生だったんだけど、はいはいはい、5やってもう半年ぐらい、まあ、3ヶ月ぐらいか。半年ぐらいやってるかもしれない。4月ぐらいからね、はい。どうです、なんか。あのね、すごいすね、本当に初々しいというか、うん、多分4期生やってた時って、うん、4期生デビューして結構経ってから。もう1年ぐらいは。そう全然経ってる。マジでデビューしたってなんですよ。そうだよね。15、6歳の子たちで、うん。デビューしてすぐだじゃん。すぐですね。そうですね。まだ何も知らないみたいな感じでしょ、だって。そう。最初の本がもう全員泣いてましたもん、歌い終わって。歌う前とかもですよ。歌う前も歌い終わってからも。やっぱ泣くか。で、泣くとね、みんな集まってくるの、泣いてる子に。なんか、本当に、女子校のクラスに来てる感じで。そうそうそう。おじさんが覗いちゃってるんだよ。女子校。もともとどういうの？アイドルとそういう番組やるってのは。エビ中、私立エビ中学と一緒にラジオやらせてもらって。じゃあそれも、それまで俺らアイドルとか別に、その、追っかけてたか見てたかなかったんで、エビ中で初めて、うん、あ、アイドルってこんなすごいんだみたいなのを思いましたね。とんでもないんだな、アイドルのパワーとか。で、これに人生の一部を捧げる人、うん、なんならもう人生丸ごと捧げる人がいるってのは、うん、まあ全然不思議な話ではないな、ね。ちょっと分かった、やっぱ分かる。そうですね。え、名前とかすぐ覚えた全員。名前はすぐ。俺、キャバクラ10年やってたんで。うん、あ、そこはね、得意分野か。すぐ覚えました。キャバクラ大回ししてみたいになってない。あいつに何々ちゃん歌います。何々ちゃんお願いします。大回しやってんだろ。女の子の名前だけは、うん、めちゃくちゃ覚えられますね。うん、あ、そう。うん。すっごいピュアですよ、みんな。で、おもろい子、うん、もうたくさん、もうみんなおもろいですけど、なんか、天然とか。ね、かわいいよね、みんな。そうそう。で、めちゃくちゃ頭の回転早い子とか思いますし。なんか最初さ、どこまで踏み込んだ突っ込みしていいのかっていう迷いはなかった。それは、だから、そこは伊藤が背負うの、結局。突っ込むってなったら俺、なんですけど、絶対あれだと思うんですけど、やっぱいるじゃないですか、一人二人。こいつ絶対、結構言っても大丈夫なタイプ。いる。俺は、気で。芸人と同じ待ち方してるやついるよね。そうそう、ご帰省で言ったら、その菅原さつきっていうのとか、一ノ瀬とか、その辺は、多分もう、話してすぐ、あ、この子らは、言って大丈夫だなっていう、で、返すしっていうのが、で、その子たちからちょっと、広がっていく感じで、最初の入り口としては。あの二人最初めっちゃ助けられましたね。なるほどね。とりあえずこの子、最後なんか、あれやったら行こうか、みたいなのは、目星つけるで、ちょっとずつなんか、いろん、全員、どんな感じの子たちっていうのが分かってる感じですね。それで言ったらさ、俺らはさ、結局ね、もちろん乃木坂が歌ってるのをね、MC でやってんだけど、俺らはもう、歌ったり踊ったりたまに、ああ、やってましたね、うん。そういうのは、はじゃなんか歌ってます。僕だけ2回ぐらい歌いました。うん、あ、歌ったの、はい、歌うまいんだよな。まあまあ、うまいってことでもないんですけど、うん、でもめちゃくちゃ嬉しいですね。こいつが銀河鉄道39、はい、歌ってる。あけかふきりさんと一緒に。見た。横文字で歌ったんだ。歌いましたね。見た。そういうのは畑中って割と前のめりになる人なの？全然大丈夫ですね。はい。そうなんだ。楽しいというか、ありがたいって思って。てか、なんかなんだろう。お祭りに参加してるみたいな感じで。自分が別にメインじゃないじゃないですか。で、なんかもう、勝手にこう混じってやらせてもらってるのが楽しい感じですね。自分たちのなんかこう世代で聞いてたさ、アーティストさんとか来るじゃん。来ますね。逆にテンション上がるんだよね。はい、で、あの、ゴキたちの子だって正直わかんなかった、はい。そうですね。知らないですよね。こっちとの温度差ある時ない、なんか。こっちの方が、おーってなる時みたいな。だからそれが、俺すげえなと思ったのが、うん、なんか5期生がね、うん、もう15、16歳、で、一番下14歳。え、14歳の、ね、で、一番上で、20歳とか21、20歳か。20歳か。うん。で、ゲストで武田鉄矢さん来たんですよ。あ、そうなんだ。で、武田鉄矢さん来て、うん、で、もう、みんなね、うん、金八先生なんて見たことないですよ。その世代でもないのか。そう。世代的にも、最後のシーズン、うんとかも、見てないか。見てない。そうだよね。子供だったから、ね、再放送も今そんなないもんね。そうそうそう。で、武田さんのイメージとかも多分あんまりピンときてない感じだったんですけど、うんうん、
まあ、武田さんがいつものあの武田節の感じですごく口悪い感じ、うん、で俺たちはめっちゃ笑っててで女の子たちも乃木坂の5期生の子たちも、うん、そのまあなんとなく、うん、話聞いてるぐらいの感じだったんですけど、うん、送る言葉を歌い終わった後に、うん、武田さんが、うんその5期生に向かって、うん、いいですかって、もう本当に、いいですかのテンションで。もうそれ、ファンとしてはたまんないやつだよ、ね、で、そっから、その、うん、アイドル、こういうグループのセンターを、うん、取り合ってじゃないけど、うん、そういうセンター目指してみんなやってると思うと。うん、ただ、そのセンターだけが全てじゃないんだよっていうのを、武田さんの、うん、あの、武田節の言葉で、うんはいはいはい、それぞれの目を見ながら、めちゃくちゃ嬉しい話してたら、うん、もう、金八先生見たことない、あの子たちが、もう、うんうわーって全員泣き始めて。そら、響いちゃったもん、響いちゃっても。そっか。そう。へぇー。すっごかったっすよ、あれ。へぇー。俺らが、ね、4期生ってやってる時、一番流してた涙、あれじゃない？神取忍さんが来て、はい、ドッキリで、はい、そう、神取忍さんがスタッフをぶん殴るっていうドッキリやったの。めちゃめちゃしない振り回しで。そうそうそしたらその感動の涙じゃなくて、恐怖の涙をみんな流してたけど、ね。みんな泣いてた。いいなぁ、そういうのもやってほしいな、ドッキリ。あるんじゃないドッキリっぽいのね。涙はね、つきもんだよな。そうですね。勇気もらえますよ、なんか。はい。はい、というわけで引き続きね、そのメール紹介とかもしていきましょう。はい。はい、ぺこぱのオールナイトニッポンゼロ。さあ、じゃあメール来てるみたいなんでね、何個か紹介しましょうか。はい。はい、神奈川県厚木市ラジオネームコナンドリル、うん。オズワルドのお二人は松井さんと成田さんのようにボケとツッコミを変えたり、芸風を変えたりなど試行錯誤してきた、時期はあったりしましたか？ボケとツッコミ変わってますもんだって。え、変わってる？はい。ボケとツッコミというか、なんだろう、ボケボケみたいな、ボケと乗っかりみたいな感じだったんですよね。それ組み立てってこと？はい、組み立ての。どっちがボケ？それは。それはむしろ伊藤が、うん、最初にボケて、うん、俺が乗っかるみたいな。あ、そうなんだ。その逆のパターンもあったか。逆のパッ、いや、その、逆のパッ、基本は。最初はそうだよね。だし、もう、組んで、ドア玉の時はお前が突っ込みやってたもん、うん、あのサスペンダーはいつからの？サスペンダーは、M1 行く年の前かな ?2018 年とかかな、うん、はい、ぐらいです、ね。いや、それまだいや、もっと前よ。もっと前。もっと前だっけ ?2017? 伊藤だけサスペンダーだったんです、最初。そうなんだ。はい、へぇ、そもそも、オズワルド組んだのがお笑いの始め？それとももともと、ちょっと違うコンビとか。別のコンビです、はい。どっちも地元のツルと入ってきてる感じ。ツル入ってんだ。そう、ね、だから、オズワルド3回も行ってるけどさ、うん、毎回すげえなと思うのがね、最初ワードで、なんか面白い雰囲気の、もちろんボケも面白いんだけど、うん、ワードで出てきて、その後、感情乗せてきて、うん、で、また最新だとテンポまで入れてきてんのよ。うん、あと何入れるってなった時にさ、俺一個教えてあげるよ。え？いいんですか？キャラ。なんで今更なんてキャラ入れてやらなきゃいけないですか。一番最後に乗せるキャラ、はい。もうでもそれしかないかもしれないな。最初めちゃくちゃキャラ入れてやってたんですよ、俺らも。そうなんだ。そう。なんなら2019もちょっとかなり誇張してやっておいたんですけど、もう平場がしんどいですよね、そうなると。そうそうそう、ね。そう。だから今一番ナチュラルというか、だから平場も楽っすもん。これバレた後にキャラ入れる人いるんですかね。だからもう無理でしょ。こっから入れるのもうあとだってもうテンポも出てきてさ、うん、感情もどんどん出てきてさ、うん、あと何やるんだろう。入れてはいたんですよ本当に。なんなら漫才の最初で畑中が、うん、そうなってます、伊藤と畑中でオズワルドですお願いしますって、うん、でちょっと伊藤ちゃん何よ。ああ、なんかそう。初めて。知ってる。伊藤ちゃんって言ってたし。めっちゃ先輩真似してくれって言ったから、何よとか、もう調子こいて、なんかかかってる時とか、もうニャニーよとか言って。あ、それわかる。そう、いいね。これをもうやめろって言われて、作家さんに。そうなんだ。はい。もう一回行こうじゃん、今年。いや、見づらくなるね。見づらくなる。面白いね、でも。今の話やめましょう。お腹痛くなる。聞きたくなっちゃって。すいません。はいはい。さあ続いてきてます。岐阜県多治見市グリーンネーム波乱縫い。
すでに終了してしまった番組で一度は出てみたかった憧れの番組もありますか？いやー、まあほどある。結構あるな、俺らもあるもん。あるよな、これは。え、あれは間に合いました？あの、皆さんのおかげでした。間に合ってない。間に合ってないんだ。やりたかった。食わず嫌いやりたかったよ。やりたかったっすよね。食わず嫌いかな、俺も。なんか考えてたもん、やっぱ自分で。俺だったら、この、これかな、みたいな。あれ考えてない芸人いないんじゃない？いないですよね。あれは出たかった。たわー、ビストロスマップも出たかった。ビストロスマップもね。まあ、めちゃイケもそうだよね。めちゃイケ。それこそやっぱね、さっきのブルーティアーズもね。そうだね。あれめちゃイケの一発目ですもんね。そうだったっけ？めちゃイケが始まった時のエンディング曲ですもんね。え、じゃあ逆にこれ出れた時ちょっと感動したみたいなのあった？いや、でもやっぱダウンタウンさんの番組ですね。そうだね。その世代だよな、やっぱ。だから、デラックスで、伊藤がなんか、その、吉本の無限大の7階の劇場あるんじゃん、なんだっけ、あそこ。はいはい。ああ、はい。あの、囚人カフェの。そうそう。はいはい、あの話してるとき、すげえなと思って。え、あれ何回目デラックス出たの？ 1 回目さ、あれ。1回目であの立ち振る舞いできんのすげえな。肝は座ってる。肝座ってるよな。緊張してる感は。緊張しないですよ、あんまり。あんまりってか、あの、M1 ぐらいなんですよ、緊張すんの。あ、そう。なんか、あれですよ。めちゃくちゃテンション上がってるんですけど。なんか、緊張とかではないですね。なんかこれも完全にキャバクラのせいなんですけど。そっか、修羅場が。なんか、もうその場でボッコボコにされることないだろうなっていう。そういう肝の座り方してるんだ。究極のね。みんなやっぱお笑いだから、やっぱり。畑中はでも上がったりするんじゃない？やっぱ。あ、そうっすね。俺は緊張。一番何が一番緊張してる今まで。今夜も生でさだまさしかな。俺らも出たよ、出た、出た。いや、俺、さだまさしさん、やっぱもう。ネタもやったでしょ？やりました。大尊敬なんで。めっちゃ夜中だったよね。結構夜中に。生放送で。生だし。あれ緊張したんだ。あれはやっぱさださんが目の前にいると思ったらもう、はまらなかったですね。確かにな。そういうとこなんか畑中らしいな。いや、そうですね。芸能人はやっぱな、テンション上がるよな。いや、そうね。さあ、続いてきてます。東京都台東区、グリーンネーム、あの時のこけし。ペコパにはタイガさんという師匠がいますが、オズワルドにはお世話になっている、師匠や尊敬する先輩はいますか？山本いるんですよね。やっぱ吉本ってやっぱ、そうなんですよ。だからこれをね、俺毎回思うんですよ、番組とかでも。その、仲いい先輩芸人さんとか、よく飲みに連れてくる芸人さんとか、先輩誰ですかって言った時に、一人の名前を、出す、じゃないですか。はいはいはい。まあ、そうだね。そう。もう本当結婚式誰呼んだらいいかぐらいの感じというか、なんかその一人の名前を出したら、切りないんですよ。ああ、なるほど。この人は言ってるけど、この人言ってないそう。だから俺は毎回もう、だから答えたくないって言ってるんですよ。ええ。これは。いやいやいや。羨ましい。でも、選べるのめっちゃ羨ましくない？師匠というか漫才に関して言ったらもう川瀬さんだよね。ユニバースさんでね。ああ、もう M1 に関してはそうですね。ユニバースさんの戦い方。一発目決勝受けたのは本当俺 50% 川瀬さんのおかげだと思います。あ、そう。え、何言われたの？いや、その、もう、なんつうんすかね。これぐらいだと、取らないよ、みたいなのとか、なんつうんすかね。その、心構えみたいなのは、まだし、もうめちゃくちゃ怖かったし。実際にユニバースさんが行ってたから、その、これらの2、3年前ぐらい。そう。本当に決勝初めて行った時まで、一回も面白いって言ってもらったことなかったですし。厳しい。へぇー。だから初めて決勝行って、一発目川瀬さんに電話した時に、ライブビューイングで見てたよっつって、完璧やったな、みたいな。時はめちゃくちゃ泣いちゃいました。あ、じゃあもう師匠だ。まあそういう意味ではそうですね、確かに。カースさんは、選べないっていうのが羨ましくない？そうだね、俺たちはもう選ぶ人もいなかったもんね。そう。だから本当、本当にタイガさんって何とか言ってただけで。なんか、絞り出しタイガって。絞り出しタイガ。いたから。そこにタイガがいたから。俺、そうだ、全然またちょっと話変わっちゃうんだけどさ、あの、吉本の方と、その、ひな壇でわーって一緒になるときにね、はい、やっぱり、俺らその、あんまり他事務所間でつながりないからさ、はい、結構、置いてかれるときがあるのよ。はい、その、他の事務所だとね、一組とかだったりするから、はいはい、そのときに、ひな壇の吉本の芸人さんとか見るやん。はい、となんかね、あれペコパーのこと見えてねえんじゃないかなって思って。いや、そんなもん、いやいや、なんか、他事務所の芸人さんそれ言う人いますけど、別に入ってきゃいいんですよ、そんなの。入ってきゃいい。入ってきゃいいと思います。なんかさ、話題が全然ね、なんか、
吉本の先輩後輩のエピソードトークとか、うん、なんか本当にその横の話がすごいみんなあるじゃない。そうそうそう。だってその別に知らない飲み会行ったってどうにかするでしょ、だって。まあまあ飲み会とまた全然違うけど。飲み会と一緒ですって。本当？一歩目早いんだもん、みんな。知らない話だよね。みんなで飲もうよでいいじゃないですか。ノリがね、できちゃってますからね。それで行ったら、うちの事務所はで、別にね。うんそうかな。いけんのいや、なかなか入れなかったよな、ね、最初。っていうか、あと入れてって言えばいいんじゃないですか、もう。おもろくないですか？そっかそっか。入れて、ぺこぱも入れてよって。なんか楽しんじゃってさって。なんとか頑張ってんのが、ウエストランド井口くんぐらいだよね。なんかそう。井口さんもだから別にね、どこ行ったって井口さんだから。そうだね。そうね。それできるもんな。うん、そういうのなんか羨ましいなと思っちゃう。それは思ったね。まあ、団体芸とかってなってきたらね、あれかもしれないですけど。今、いないでしょ、団体芸とか、そんな。吉本。あんまやってないですよね。たまにでも、うん、なんだろうな。大阪から来て、すぐの、割と若手が、はい、ちょっと食ったことやっちゃって変な空気になってる時ない。なんちゅうこと言ってくれてるんですか。ねえ。初登場。誰のこと言ってる。初登場ね。調査してください、そこは。誰だろうな。あったな。なんかあったよな。覚えてます。確かに。その辺の、あるかもしれないですね。最初の知ってる仕事ね。さてここからは前日のお待ちかねのこんなテーマでお送りしていきます。はい、凋落の話。すごいなさ、いいですね。はい、というわけで渋谷のある町中華、渋谷にある町中華ですね、凋落についてお話ししていきたいと思います。凋落なんてこの 6倍ざわついてますよね。うるさいよ ねすごいね、いろいろね、うん、そうだからこの場からもね、そうそう、いろいろ聞こえてきますね。だからその話するっていうか、うん、今日も食ってきました俺。あ、え、行った？行きました、行きました。今日どっち行った？今日はあれ、劇場無限大の横に宇田川交番の、俺道玄坂行った今日。へぇ、行った。行ってんだやっぱ。行ってる行ってる。渋谷にはね、凋落って中華さん2つあるんですけど、はい、それぞれ別のとこ行ってましたね、今。そうなんですよ。タバコ吸えなくなったんだけね、ちょっとやっぱ。あ、そっか。悔しいですよね。あ、はい、吸えたの。凋落といえどやっぱ時代に持ってかれたかってところありますよね。そうね。あの店内の黄ばみは、ああいう。うん、あれ、流行りなんだ。凋落でタバコ吸っちゃいけないわけないからね。そんなことね。いやいや、もっとね。なんで凋落だけ時代無視できんだよ。吸いながら入っていいんだから、凋落なんて、本当は。どうですか、あの、おばちゃんのオーダーの通し方とかって気になったりします？シャボちゃんのやつですね。元気ありますよね。めっちゃ元気出るのよ。あのおばちゃんでもアルバイトする、たぶん。あ、え、そうだよね。そうなの？結構先に上がるから、あのおばちゃん。そう、上がり時間も知ってんの？大体、だって俺ら本当に頻度エグいから。うん、え、そのさ、やっぱり無限大芸人をよく行くのよ。あのね、その、本当に、劇場、その、じゃあ何ステかってなった時に、うん、次の舞台まで、20分ぐらいしか空きがない。うん、でももうここで昼飯食わないと食えねえって時とか、兆楽行って、しゃぶ茶頼んだら、うん、飯、劇場出て、兆楽入って、飯食って戻ってくるまでで、6分。いやいや、マジで。ほんまかそれ、6分。マジで6分。それじゃ頼んだらほぼすぐやん。いや、マジで、しゃぶ茶、うん、あの、まあ、冷しゃぶチャーハンってね、はいはい、冷しゃぶのけたチャーハンがあるんですけど、うんうん、これで、ね、ほんと、20個ぐらい作り置きしてんじゃないかなっていうぐらい、なんかね、早い、むちゃくちゃ。チャーハンを作ってる人がいるんですよ、もうずっと常に。うんうん、そう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 。チャーハン作ってる人はもう常にフライパン振ってるんで、はいはいはい、あの、右腕がめちゃくちゃ太いんですよ、ね。一生チャーハン食ってるんだよ。塩招きみたいな料理人がいるんですよ、一人。そうそうそう。もうこの時間からこの時間までお前はもうチャーハンのことしか考えるなって言われてるおじさんがいるから。いるんだ。役割あんだね。そうなんですよ、ね。オーダー入ってなくてもチャーハン作ってる感じあるもんね。そうそうそう。常にエンドレス作ってる。そうそうそう。いろんなのに使うからな。伊藤ちゃん一番好きなのがそのしゃぶ茶。俺はいろんなの食ったけどやっぱしゃぶ茶好きですね。しゃぶ茶まだ食ったことないの。しゃぶ茶はね、無限大でもう大ブームになったんですよ。はい、しゃぶ茶食ってないの潜りですよ、シュウペイさん。これ。うまいってなったんですよね。俺やっぱね、好きなもんしか結構いかなかった。何食ってないですか、シュウペイさん。俺、麻婆チャーハン。麻婆チャーハンね。シュウペイさん、負けてるよ。負けてるよ、おい。俺らも劇場の横にあるんだから。まあまあそうだね。シュウペイさんは、なんで言ってたんですか、凋落は。
俺はもうその、はい、ギャル王時代から、結構その、遊んでた時に、はい、あの、ラーメン王か、その、兆楽か、はい。ラーメン王のチャーハンも最高よね。俺は、ラーメン王だと俺、中華丼なのよ。あもうまたリスナー、ラーメン王って何ってなってるから。また新しい渋谷出てきたってなってるから。そうなの。井の頭のすぐ近くにね。ミニストップ、ミニストップの向かいですよね。そうそうそう。うん、あれ、なんであんなうまいんだろうな。なんかね、マリファナ入ってるな、あれ多分。入ってるわけねえだろ。本当だよ。めちゃくちゃうまいんだよな、癖なるし、なんか。でもさ、あの、道玄坂と、はい、その、あるじゃない小判裏のところ、裏側のところの、はい、スープ違うよね。あ、うん。ななんかね、しゃぶちゃんも違うんですよ。今、わかんないですけど、俺も余裕で、宇田川小判の方が好き、うん。そう。そう、そっちのスープの方が正直うまくて。うん、あれちょっと卵落としたやつ。そう。そう。あっちの方が好きって人も多いので。待ってくれ、これ、ね、渋谷にある兆楽二店舗のスープとかの違い言って、はい、誰がわかんの、これ。いや、ここなのよ、言ってみりゃうまいから、マジで。スープなのよ。今ね、違うかわかんないですけど、しゃぶちゃーも、道玄坂の方は、なんか野菜入ってたんですよ、確か。入ってたよね。今入ってないかもしれないですけど、基本は入ってないのが、俺らがいつも食ってるしゃぶちゃーです。宇田川交番の方。なんか俺イメージだとね、はい、宇田川交番の方の、兆楽は飯食うとこで、うん、井の頭の方は俺飲みに行くとこだっていうイメージ。うん、まあ席の感じもね、ちょっと違うから。そうそう、席の感じ。そうそうか、まあ、ちょうどパチンカのとこにあるしな。はい、そうなんですよ。はい、もう、客層なんて終わってるからね、だって兆楽はもう。そっか、じゃあ、無限大の芸人さんもほぼほぼみんな行ってんだね。いや、行ってます、行ってます。やっぱ、うまいし、うん、安いし、早いし、ね。テイクアウトもできますしね。そうそうそう、うん。そうそうそう、テイクもあるしね。うん、でも、しゃぶちゃ、ちょっとこう、行ってみないとね。今、冷やし中華の時期だ。冷やし中華もうまいし。冷やし中華もあるあるある。はい、そうだ。俺、酢豚頼んだら、出せないって言われたことある。はい、多分、あげるのめんどくさいからね。裏側の方は、だからもう回転数だから、30分かかるんですよ。俺なんか餃子頼んだら、70分かかる。そんなわけないから。もうやっちゃくねえから。あんから混んでるだけとか。だったらもう違うこと言ってくれ。70分。生地こねるとこからやってんのかな。売り切れって言えよな。売り切れでいいよね。ねえ。さあ、メール来てます。はい、兆楽の気になることですね。うん、ラジオネーム、オレゴと。番組を聞いて、がぜん兆楽に興味津々の大学生です。兆、はい、楽にあって、他の中華料理屋さんにない魅力は何ですか、はい、あのね、一言で言ったら、うん、そんなもんないんですよ。こんなどこにでもある感じ、あれがいいんですよ。そう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 。そう。うん、なんならその、うまいですよ、兆楽、うん、確かに。でもその、あるんですよ。山ほど、兆楽ぐらいの店はおそらく。はいはい、でも、うん、でもなんか兆楽行っちゃうんですよ。それが兆楽の良さですよ。シーティングとね、あと入りやすさで、ね。そうね、うん。夏でもあの扉全開なんで。そう。はい、誰でもウェルカム感がやっぱすごいんですよ。この前真夏で、はい、めちゃくちゃ暑い時行ったらさ、はい、あの、マジで店の中の方が暑いよ。暑いです。暑いですよ。だからもう火力フルスロットルじゃん。そうですね。で、もう窓も全開じゃん。はい、より暑いよな。より暑いです。夏はじゃあおすすめできないじゃん。いやでも入っちゃうんですよね。やっぱ夏でも。はい。あとね、今日、まあ結構道玄坂の方も行くんだけど、はい、なんかね、100円均一で買ったなんか麦茶ポットみたいなのあるんだけど、はい、あれ氷入ってないから超ぬるいのよ。ですね。超ぬるい。入ってないのよ。うん、正直多分半年ぐらい、あれ、買ってから洗ってないんだろうね。そんなもんね。口元黒くなってない。それがいいんだよね、でも兆楽のね。それで飲む水がまたうまいの。あそこ通って出てくるから味が濃いんですよね。マイナスプロモーション。逆に浄水されてるみたいな。そう。でも氷でぬるいんだけど、氷なんて金のかからないものを頼める空気じゃないんですよ、兆楽。バタバタしてるから、とにかく、ね。いつ行っても混んでるところあるよね。ね、あれがいいんですよね。洗ってると思うけどね、そうそう、俺は。逆にいいんですよ。口元パカって開けたら黒いんだぜ、だって。あそこ通ってるから味が濃いじゃないんだよ。あれが逆にいいんですよね、兆楽。逆とかないから、それ。うんサベル来てます、はい。愛知県名古屋市、グリーンネーム、マルフォイ。はい。兆楽スターウィーク、楽しみにしてまして。兆楽スターウィークです。兆楽スターウィークです。ありがとうございますね。はい。はい、私は、地方住まいなので、いつか東京に行って、兆楽で注文することが夢です。東京来たらもっといいもん食え混んでいいよ、それ。兆楽には。すぐ読んだったら食え、兆楽は。兆楽にはラーメン二郎みたいなルールがあったりするんでしょうか。ねえよ、そんなの。兆楽を訪れる田舎者のために兆楽の楽しみ方を教えてください。いや、だからその田舎者
とかもう全部もう引き受けてくれるところですよね、うん。そうそう関係ない。なんか都会っぽくないっていうのもいいし。で、その、もう紙ナプキンとかはもう自分で取ってのシステムだったからね。ないね、確かに。そうよ。俺だからもう場所も知ってるし。ティッシュそうだ。ティッシュがあのね、レジの横にあるんですよ。宇田川交番のところに。そっから自分で立って取りに行かなきゃいけないですよ。そうね。そういうアメニティというか、なんか、ティッシュないんですけど、なんて店員さんに絶対言うなよ。ダメですよ。言っちゃダメダメ。そこって指させるだけなんだよ。指させる。でもめちゃめちゃ羨ましかったのが、うん、もう相当常連の、うん、なんか工事現場で働いてるお兄さんとかが、うん、多分本当に毎日来るのかな、うん。食べ終わった後に、うん、あの、入り口入ってすぐのところに、左のところに大きい冷蔵庫があるのよ。あの、縦型じゃなくて、ちょっと横向きになってる、うん。そこから飲み物もらってたの。やっぱ化け物ですよ、そいつ。俺超羨ましいと思って、うん、そこまで常連になると、うん、そうでもそんあんねない渋谷にあんこまで何でもありなとこないですよね、うん、多分本当そうえそう長楽そのねあの渋谷の無限大の方、はいはいはい、やっぱりもう覚えてくれてんのその店員さんはいやーいやー覚えてないですか、ね、結構行ってるわけでしょうーんなんかそのあまた来たもう何百人で一日見てるから ね覚えてたらキリがないんですよねきっとじゃあその渋谷、はいさんがよく真似するあの、麻婆のおばちゃんいるやんか。うん、あれは、二人はもちろん知ってんのかな、じゃあ。知ってます、知ってます。俺のこと？あ、二人、オズワルド。そう、二人はそのおばちゃんのこと知ってますけど。うん、ちょっとこ、はい、このモノマネ、すごい俺似てると思うから、はいはい、ちょっと、ちょっと二人聞いてもらっていい、はいうん、じゃあすいません、あの、うん、麻婆豆腐ください。はい、麻婆むちゃくちゃ似てます。言うよね。すっごいでかい声で言う。これよりもでっかい声で言うから。はい、いや通るんですよ、本当に。声が通るんですよ。ラーとかもめちゃめちゃ言うよね。言いますね。はい。ルース、あの人がいる人全然違いますもんね。そうそうそう。あそれ言うのは一人か。だから、うん、ね、まあ、おばちゃんなんだけど、うん、だから時間帯でおじさんになっちゃう。夕方とかがもうおじさんだよね。おじさんでした。そう。昼が、昼がおばちゃん。そうですね。オーダー通すときは。おじさんはもう、あの、ほんとこっちが大きい声で言わないと振り向いてくれない。うん、俺今日道元の方なんて、うん、男の人だったんだけど、うん、超低い声で、肉って言ってたから。肉じゃん。肉。肉じゃん。肉。肉なんだ。うんこれどういう携帯でやってんだろうななんか、誰が一番偉いのかが全くわかんないですけど、ね、その、なるほど、なるほど。そう。シフトというか、その、どういう縦の関係があるのかってことね。うん、うん、だからなんかお金を、うん、なんかその、払ってるオーナーとかも俺いないと思うんですよ、ね、って。なんか壺かなんかに金入ってて、で、タイムカードの引き換えに、こう、手掴みで入り、金もらって帰ってるんですよ、多分。今日は、みたいな。従業員の人って。何時間働いたと関係ねえんだ関係ないですよ、多分。新しい資本主義だな、これ。うん、あそこだけ別の国みたいな、ねうん。サベル来てます。千葉県グリーンネーム、はい、ベラミー。長楽で一日店長ができる権利があったら何をやってみたいですか、はい、どんな業務にチャレンジしたいですか長楽で一日店長ね。店長か。働く側は考えたことないじゃん。考えたことないな。だってバイトの募集とかもしてんのかな、うん、いや、どうしてないですよ。いや、してないと思いますよ。30年同じメンバーでやってますよ。本当そうだった、ね、変わらぬメンバーで。はいすごいね。ワンピースの声優さんみたいな感じ。同じ。だから変わらぬ味なのかな。で、誰かがね、子供を産んじゃ、また長楽に入ってきて、うん、そうだよ、ね、その、例えば、わかんない。俺はシュウペイほど行かないんだけど、うんはい、長楽の厨房、まあ、ホールあるじゃんか。はい、花形はどこなんチャーハンじゃないですか、うん、チャーハンなの、はい、ずっとチャーハンしてる、まあ。やっぱチャーハンが一番出るからね。じゃあ、あそこ、鍋振るのがやっぱ、トップってこと、ね、いや、やりたくないね。でも、やりたくはないですね。大変ですよね、やっぱり。本当に大変だから、はい、マジで。ずっと、休憩とか行ってんのかな休憩行ってるスタッフさん見たことある休憩なんて概念ないですよ、長楽にだって。ないでしょ。休憩ないの、長楽。うん。ずーっと、マジで、チャーハンとか作ってるだけ、うん、ずっとだそれぞれ別のポジションで、はい、だから揚げ物の人は揚げ物で、はいああチャーハンの人はチャーハンで、うんああ。もう完全分業制だ。分業制です。スペシャリストですよ、もう。本当に。もしかしたらそこをローテーションしてる可能性ありますけどね、その、うん、チャーハン30分やったから次、麻婆とか。でもローテーションしてても、はい、誰が、どこに行ってとかわからないから、はい、ローテーションしてることもこっちは気づいてないですから。気づいてちょっと正直顔一緒に見える。気づいた、ね、私でもね、ローテーションなんて文化はないと思いますよ。ないか。チャーハンを、うん、その初日に選んだら、うんうん、もう死ぬまでチャーハン。だから太いから、ね。それはそう。めちゃめちゃ大事な選択だね、うん、じゃあ。もしかしたら、うん、誰かは、ちょっと暇な時間があるかもしれないけど、うん、チャーハンはもう永遠に働くみたいな。そうです、そうです。じゃあ、チャーハンちょっと手伝おうかとかもない、ないです。チャーハンしか作れないから、家帰ってもチャーハン食うしかないんですよ。
これ行ったことない人マジでもう気になってしまうからやだろうね。相当うまいから。うまいです、ほんとうまいですよね。うまい。ちょっとじゃあ東京来た人はぜひね、長楽行ってみてください。はい、東京来た。ペコパのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。オーズワルドの二人来てくれていますが、続いてはこんなテーマです。はい、ガイドブックに載っていない渋谷ディープスポット紹介。はい、ね、僕もシュウペイも、はい、あの渋谷の焼き鳥屋さん、はい、道玄坂の鳥吉っていうところでね。鳥吉って鳥吉、そうそう、手羽先から揚げ専門店、あそこで出会ってる。はい、なのでやっぱりそう渋谷の話してるともう止まんなくなっちゃうんですよ。はい、ほぼ毎週ね渋谷の話してるんですが、うん、はい、この夏休みに観光でね初めて渋谷を訪れる人もきっといることでしょう。はい、ね、あのそして日頃渋谷の劇場に立ってるオズワルドと、はい、この渋谷の話をしていこうかなと思って。渋谷はもうそれも知る人ぞ知る渋谷のディープなスポットということでね。なるほど、ここの渋谷のここ知ってるみたいな、はい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 、そういう話をしていこうかなと思ってるんですけど、酸いも甘いも経験しましたよね。渋谷でね、まあ、未だに渋谷で過ごしてますからね僕らは。どれぐらいなら渋谷歴で言うと、だって芸歴イコール芸歴ですね。もう渋谷歴イコール芸歴になるんだ。若手の劇場は一応渋谷にあるんで、それこそそのセンター街一番奥まで行ったら、うん、その吉本無限大ホールっていう劇場がありますね。その手前にですね、あの交番があるんですけど、うん、その交番の後ろには長楽っていうあのシュウペイがいて、もういいって、もういいって、もう散々話したよ。ちょっと広げようぜ。何話したいんだよこれ。でも俺一個長楽のおすすめの食べ方いいですか？おお長楽。はい。俺あのルース焼きそばと半チャーハンセット頼むんですよ。おお。これね、ルースチャーハンっていうのが一番、まあメインとして、看板メニューとしてあるんですけど、うんうん、ちょっとルースチャーハンだけより、ルース焼きそばと半チャーハン頼むことによって、うん、焼きそばで普通に食べれるじゃないですか。うん、そのルースが多いんですよ、焼きそばにかかってる。うん、結構はみ出てるんですよ。うん、それを半チャーハンに乗せることによって、ルースチャーハン完成するんですよ。はい、なんでもルース。前提の知識多いな、これ。めっちゃ食うじゃん。結構食うよね、それ、ね。量は多いで。でもちょうどいいんですよ。その焼きそばもそこまで多くないですし、半チャーハンとほんとちょうど、ん、で、男だったらまあちょうどいいくらいですね。はい。長楽の話終わったやな、はい、一旦ちょっと、あそこから出ましょう。長楽出ますね。あそこから出て。店を、一回見せよう。店を出ましょう。はい、どうなん、飲みとかどうしてんの、その飲み会とか。でもやっぱ渋谷多いよね。多いですね。どこ行く、ね、まあどうだろう。どこだろうな。何軒かはやっぱいつも行ってるとこは。遅い時間だと。吉本芸人が行くみたいなとこある？ありますね。それこそね、俺らやっぱ大沢さんが、あの僕らの三個上で、双子のね、漫才師の大沢さんが、とにかく昔からもう、渋谷でめちゃくちゃ飲んでるんで、その人たちに、だいたい俺たち後輩は連れてってもらって、お店知っていくみたいな感じなんですよ。ね、じゃあ大沢さんに教えてもらって、お店行ったりとかだし、うん。そうですね。よくね、うん、このまだ俺らが世に出る前に、はい、まあ渋谷でずっとバイトしたんだけど、はい、その店舗がちょっと2店舗ぐらいあって、はい、あの、離れてるところがあのね、駅からちょっと。はい、で、そこに歩いてる途中に、なんかキャバクラとかが2階にある、向かいの、はいはい、なんか、タイラーメンとかの隣に立ち飲み屋さんがあったのよ。うん、あの、なんか2階か3階建てぐらいの。で、今はね、なくなっちゃったのかな、うん、この間通ったら久々に。え、それこそラーメン王のとこじゃないですか？ラーメン王の、あの、通り沿い。ですよね。うん。で、そこにいつも大沢さんと、あの、田淵くん、はい、はいはいはい。コーナーだよね、多分。ミニストップの前ですよね。ミニストップ、あ、ミニストップあるな。ミニストップとラーメン王の間の道入っていったと。潰れたとこ行ったら、あれじゃない、ヴァンパイアじゃない？ヴァンパイアだ。はい、ああ、はいはい。ヴァンパイアって多分、そうそう、あの、もうなくなっちゃったんですけど。これ、聞いてる人の何人が、あーってなるんだよ、これ。ヴァンパイアの、ね、そう、ヴァンパイアの店長が、また別で店出してるんですよ。はいはい、あ、そうなんだ。そこにみんな行ってますよ。へ、う、ぇ、んだからもうそこ通るたんびに、毎回いんのよ。あそこいますよ。そう、田淵さんだから目立つからさ。そうやな。で、まだそんな俺も知らなかった時だからさ、はい、俺ほんと、ゴミ袋持ってさ、下向いて歩いてさ、はい、暴れないようにしようみたいな。ああ、そういうの思って歩いてたんだ。いるとか思って、
そうそうそう。何年前ぐらいですか、それ。そこは2、3年前。ああ、じゃあまだ、M1 行く前ぐらいかな。そうそうそう。ヴァンパイア。そのヴァンパイアの店長が、そのミニストップと、あの、ラメオの間のところの2階のところに店、バー出して、で、最近、沖縄に8月ぐらいに店出すって言ってました。すごいね。やり手だね。俺ら、マジで何の話してんの、俺。4時半前にさ。ラーメン王のさ、はい、上のチアガールバー。あ、はいはい、ありますね。あそこいつも楽しそうだよね。あっこはね、俺行ったことないですよ。うんうん、でもね、外からでもあれ楽しめんのよ。うん。全力でヘビーローテーションとか踊ってんのよ。めっちゃ楽しそうだから見てるだけで。あれ系統で言ったらね、道玄坂がガーッと上がってって、それこそファミマってなんか書いてあったけど。うん、うん、あるね、はい。道玄坂が。道玄坂ガーッと上がって、上がりきって、たぐらいのところでファミマあるんですけど、そこもちょっと超えたところに、うん、マダムウーっていう、うん、マダムウー、何屋さん、ストリップバーがある。ここがね、かっこいいんですよ。かっこいいってなんだよ。女の人がね、かっこいいんです。マダムウー。まあね、ほぼもう乳首にシール、乳首にシール貼ってるぐらいの感じなんですけど。これマジで、それあれなんか。ちょ、待って待って。バーカウンターで踊ってるやつ。バーカウンターもあるし、多分ね、シュウペイさん行ったことあるんじゃないかな、なんか。じゃあね、今一応さ、今後渋谷に初めて来た人のために、はい、ぜひおすすめしたい場所の話してんだけど。楽しい、楽しい。ヴァンパイアと、ヴァンパイアも潰れてますからね。マダムウー。ヴァンパイアとマダムウーラのおすすめスポット。あ、でもその、近くで道玄坂行って、東方シネマズ越えて、曲がったらそのラーメンとかですよね。その、次っすかね。次の道左に曲がったところあたりで、僕が一回ぼったくられたガールズバーあります。あっこな。あのね、今、あの店のキャッチいないかな。まあ、あんまりその、ね、大々的に言うのはあれなんですけど、なんかね、水色系の服を着た人のについてったら、なんか、その人たちまだいるのかなわかんないですけど。あれだよ、だから、まあ、俺らはね、よくこの番組で何回かおすすめしてんのが、渋谷駅を背にして宮益坂ばー登ってって、はい、で、良きところを右に曲がって、ちょっと横断歩道を渡ってくねくね行くと、はい、わはは本舗の稽古場がある。稽古場、はい、そうそうそう。そう、道挟んで稽古場と事務所が一緒だからさ、そのネタ衣装を着た人が、はい、行き来する。そうそうそう。めちゃくちゃ目立ちますね。あれがわはは本舗。そうそうそう。で、俺たちが言い過ぎたのかわかんないけど、うん、マップで、こうやってどんどんこう、アップしていくと、うん、ワハー本舗って文字出てる。だから分かりやすい。ちゃんと地図に載ってる。ここってなってた。これ皆さん今聞いてるリスナーよろしければ、Google マップ、そう。ね、ストリートビュー開いて、うん、ね、歩いてる感覚でぜひ聞いてほしいんだけどね。そうそうそう、そう。どの辺行くの、あの無限大周辺だと。あの辺はね、でもその、飯ですか、まあ飯も飲みもだけど。無限大ホール、うん、の、入り口、出て、右の方に行くと、奥渋、うん。ああ、はいはいはい。あっちの方も ね、いい店がいっぱい。俺も結構知ってるあるんですよ。昼飯ですけど、随町っていうとんかつがうまいっすよね。随町はうまいね。卵で閉じないとんかつ。そう、とんかつしかないですよ、メニューが。カツ丼、カツ丼か。カツ丼、カツ丼ですね。あれ知ってるのが、道玄坂とさ、あと、文化村通りじゃない、もう一個前に、細い道あるやん、なんか、山田電機の裏がある。ああ、はいはい。あの、細い道にある、あの、喫煙所タバコ屋さんの奥意外と広いよね。はい、ああ広いです、広いです。奥行き確かに、ね。奥行き広いよ、ね、じゃある、うん。喫煙所はね。あの道の、ね、なんかの2階にね、蕎麦屋があるんですよ。何、うん、なんて名前忘れちゃったんですけど。うん、誰か、2階知ってる、新しいっていうか新しい目のところかな、うん。そこがちょっと、まあ、いい感じのお店なんですけど、うん、俺初めてこの間行ったら、うん、ちょっとそういう店って量少なかったりするイメージじゃないですか。うんうんうん、おしゃれなお蕎麦。はい、うんうん、で大盛り百何十円かプラスしたら、うん、まあ、富士蕎麦の富士盛りくらいの量ですよ。超めっちゃ多いです。で、美味しいんですよ、そこ。超おすすめだよ、俺が知ってる。なんだっけな、福田屋だっけな、みたいな。あ、福田屋な気する。みたいな感じ、ちょっとこれ。はい、そこ美味しかったっすわ。昼間からね、おばちゃん。天ぷら頼んでビールを。そう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 。いい感じの店だよね。いいよ、うん。わー、そこ知らないな。寿司屋だから。すごいおすすめです、結構。行きたいな。美味しいです。そばもいい。寿司屋といえば魚べいだよね、だって。魚べいがね、魚べいでしょ。魚べいがもうないのよ。え？あれないの、あれ。魚べいって、あの、センター街の魚べいでしょ。違う違う違う。あれ違う、それこそ、あの通りのですか、細い通り。あ、魚べいね。魚べいか。魚べい、魚べい。寿司寿司。あの、横レーンの。横レーンで運ばれてくるやつ。そうそうそう。センター街の立ち寿司があったっす。あ、なんかあった。センターがどこにあったっけ、あれ天狗の向かいじゃない、
天国の向かいか。ああ、あそこ、あの回転寿司よう行った昔、居酒屋でバイトしてる時、ね、朝までやってんだよな、あそこ。やってます、やってた、やってた。あの天狗行ったことある昼。地下の。ああ、いや、行ってましたね。ランチ500円ぐらいなんでね。そう、あれ、はい、あの、11時半オープンなんだけど、はい、オープンと同時に入った白ご飯めっちゃうまいで。炊きたてだから。おかわりできるんですよ。500円だからね、そう、500円安いんだよね。安い安い。日替わりもある。もうタバコ吸えたんだけどな、今吸えんのかな。あ、吸えたね、あそこ。もうね、とにかく、でもね、タバコ吸える店しか行かないですよね。やっぱりないよね。そうか、そうか。もう今なかなか吸えるとかなくなっちゃったもんね。そうなんですよ。意味がわからないんだよな、本当に。意味はわかるだろ。喫煙所が。意味はわかる。俺で喫煙所作ったんですから、時。なんかそれ聞いた。そう。なんか、今ちょっといろいろありまして、ちょっと使えなくなってるんですけど。でもルミネに作ったんだっけ？ルミネです。無限大です。あの奥？無限大の、それこそ7階の劇場に作ったんです。小便器ぶち壊して。うん、そこ喫煙所にして。大好きやな、でも。そう考えたら、男子。もう大好きっすよ。タバコさえ吸えればもう、ちょっと待ってくれ。今この話聞いて、あそこ行こうって思ってたもん、今そこねえぞ。なんか一個ぐらい。一個ぐらい。ディープやなで。まあでもとりあえず、あれだな、蕎麦屋はちょっとおすすめ。蕎麦屋そこ行ってきてください。普通に美味しい蕎麦。はい。ぺこぱのオールナイトニッポンゼロエンディングです。今夜の放送はラジコのタイムフリー機能で1週間聞き直せるほか、 Spotify のポッドキャストではタイムフリー、終了後にもこの番組のアーカイブを無料でいつでも聞き直すことができます。なお Spotify では本日の放送分だけではなく過去の放送アーカイブも独占配信されていますので、過去の放送を聞きたい方は Spotify のアプリをダウンロードしてぜひチェックしてみてください。この後は4時半からは上社のボラケです。はい。そして今週いっぱい続くお笑い、オールスターウィーク、明日水曜日は、クロスをマユリカ、はい、そしてオールナイトニッポンを東京ゼロ三三、そしてゼロをナス中西さんが担当しますので、ぜひ皆さん聞いてください。うん、そして、兆楽はですね、実際に渋谷にあるお店です。お仕事中の店員さんに話しかけたり、はい、無断で写真を撮るのはやめてください。うん、それはそうです、本当にいい店ですね。これはもうやっぱマナーですからね。はい、そうです。それどこ飯食いってもそうですよね。皆さん愛してますから。実際にあるお店ですって。あるでしょ、それは。俺ら架空で話したのだから、いや、これ本当に東京に住んでない人は、はい、ね、ファンタジーって思ってる人も多分きっといるから、実際にあるんだよっていうのはね。確かにね。はい、地方の人で兆楽目指してくる人ってなかなかいないもんね。いないですよ、一人も。マルキューとかじゃん、やっぱ。まあそうですね。この番組で聞いてるリスナーにはぜひ行ってほしいけどね。もう行ってほしい、はいはい、欲しいですからね、はい、さあメール来てます、はい、リアクションメールですね。東京都日野市、ラジオネーム鳥桁トプス。想像以上に兆楽トークが盛り上がったので、今度はぺこぱとオズワルド以外にも兆楽芸人を集めて、いつか兆楽のオールナイトニッポンをやりましょう。兆楽のオールナイトニッポン、頭の芸人おらんくなってる。言ってる意味がわからないですね。まあ、でも無限大芸人はもうある程度語れるってことだよね。そうですね。兆楽はそれぞれ思いはあるんじゃないですか。で、なんか最終的に兆楽で撮りたいですね、この番組。ああ、いいね。はい、ああ、まあ、でも許可下りねえだろうな、多分兆楽は。フライパンの音が聞きながら。本当に知ったこっちゃないからね、兆楽からしたらもう、そんなの。そのセンター街の方の兆楽ってさ、うん、はい、階段下にもテーブルあんじゃん。ああ、はい、あの階段ってどこに繋がってんの？確かに。だって、上って落ちるお店入ってるやんか、はい、確かに。なんだろう、休憩所2階センター街の方の兆楽、あ、宇田川交番、そう、宇田川交番のところ、はいはい、あれ、角エビじゃないの、風俗ですよ、うん、でも階段あるやん、あれ上がってったらソープ、兆楽と繋がってるってこと、兆楽と繋がってるってこと。店内ですか、店内にあるんですか、店内に階なんかだから斜めに あったかな、あるかな、あるあるある、あるあるある、あるある、テーブル、テーブル席の奥っすよね。ありますね。あれ何なんだろう、あれ休憩所じゃない、さすがに。休憩所か。あれ角エビの入り口じゃない。そんなわけない。なんで兆楽入ってから。角エビーって言わないでしょ。角エビーちょっと待ってくれよ、お前。嫌だよ、それ。角エビって。あの人は、角エビー。あ、じゃあ上からってなんないでしょ。サメル来てます。東京都ラジオネーム、ポックル。店内には階段、あ、店内には階級がない、どんな人間にも平等に自由に、扱うオーダーに関係なく無限にチャーハンを作り続ける
兆楽ってこの世に現れたユートピアな気がします。なんだかお店に行ってみたい自分を想像して泣いてしまいました。なんで？ダメですよ、そんな話してね。兆楽で泣いてる。聞いてた？チャーハンやりますって担当したらずっとチャーハンなんだよね。はい、うん、帰れないでしょ、死ぬまでです。はい。ポストと同じシステムですよ。職業選択の自由ないんだから。チャーハンはもう最初、最後まで。はい。で、明日も行きたいな。オズワルドに来ていろいろお話ししたんですけど、どうでしたか、お二人今日。いや、もうなんか、ほんと久しぶりで嬉しかったですし、うん、その、やっぱその、俺ズボンの生地がずっと気になってるんですよ。確かにこれ、なんかね、触りたくなる生地してるんですよ。なにこれ、これもさ、薄いでしょ、それ。薄いでしょ、ウィンドブレーカーですか、これ。ウィンドブレーカーの薄いやつみたいな。シャカシャカして。へぇー。触りたくなるんですよね、それちょっと。いや、別に、これはいいじゃないですか。いやその気になった気になって初めて私服見たかもでもああなかなかね衣装で合うか確かにどう俺の私服いやもう、うん、立って立ってやばいじゃないやばいだからもう、うん、でも家族もできたしね私服なんてどうでもいいんすもんね、うん、でもこの間芸能人になりたいって言ってサングラス買いに行ったからねなんちゅう T シャツ着てるんですか、ね、いや本当 ね手とか逆さまになって落ちてるやつとか、ね、はい、うん、いや俺の私服で話し合うんだよはいだけど今日は本当お二人ありがとうございました、ありがとうございました、はい、またもうちょっとね、うん、いろんなこと話したかったけど、ね、そうですねまたどっかで、はい、今日は長楽のために来てますからねそうですね、はい、いやかなり助かりましたね、はい、しゃぶ茶やっぱ僕も食べたいと思いますしゃぶ茶美味しいですよ、はい、ありがとうございます、はい、というわけで今夜のゲストはオズワルドでした。成田修平と松井裕太とオズワルド伊藤とオズワルド畑中と